えー、国や県独自が緊急事態宣言を発令し県をまたぐ往来や規制を禁止していても規制されているご家族や守れているご家庭もあり県外者もよく見にし県外由来の感染が急増していることから国が対策を講じても回らない方がおられるので感染を食い止める策に学校でも拘束違反会社も規約違反国も法律がありルールを破ったら始末や厳重注意があると。 とあることと同様に自粛要請の罰則に反対される方の体がわからないのですが文章すごい分かりづらく書く方ですね。<laughs> とはいえあの自粛要請はあくまで自粛でしかないので罰則ないですよね。 なのであの、フランスの場合、そのロックダウンっていうので、そのもうあの外出禁止っていう時に外出すると、135ユーロ、1万5000円ぐらい取られるっていうのがあって、で、バカバカみんなあの罰金取られたんで、なので、あのまあ、外出ないってなかったんですけど、日本の場合あくまで自粛なので、別に外出てもいいよねっちゃいいよねっていう状態なので、そういう意味であのちゃんと罰則を決めてない限りは、まあ仕方ないんじゃないかなとは思いますけども、はい、日本はウィズコロナで半熟の停滞経済を続ける方がいいという考えですか。えっと、考えがあるわけではなく 何も考えていないので、なるようになれってなって、今の状態っていうので、あの、イギリスとかの場合は、じゃあ俺たちはもうロックダウンしないぜっていうのでやらかして、すげえ広まって、やっぱロックダウンするわってなりましたと。で、スウェーデンはロックダウンしないぜってやって死亡率高くなったけど、でもロックダウンってしないって決めたんだから、この方針で行くぜってやってますと。ブラジルもそうなんですけど。ただ日本の場合はその何かを決めたわけではなくて、なるようになればいいよねって言って、夏休みを満喫してるってことだと思います。 今、2 3 0代がコロナ感染者を70%の無症状のために感染拡大の原因とされています。今後、死亡の可能性は高齢者を熟させて感染してでも受傷がするリスクのない若者が労働して感染者は増えるのでしょうかそうなると思います。 あの、その、ツイッターでも書いたと思うんですけど、その、まあ、あの、もうコロナウイルスに関して緊急事態宣言とかロックダウンって、先進国は中国以外できないと思うんですよね。なので、あとは若者が働いて、リスクがある高齢者はもうひたすら自己防衛っていう形しかならないので、まあ、そうするんじゃないですか。